ね、これね、ゆる動画です、今日は。今日ね、ゆる動画で、あのね、なんでこの動画撮ってるかっていうとね、ギコちゃん氏がね、あら、ギコちゃん氏が、カニ3キロ食うっていう動画上げてたのね。カニ3キロ、タラバガニ3キロ食うって。それなんかそういうのいいなって思って、ね、真似。パパーン。トゥルルッパパーン。そう、YouTuber 風とかやらなくていいでしょ、それ。と、簡単焼くだけです。あ、焼くだけなんですよね。そうなんですよ。で、今何時今。4時、4時半ぐらい、4時半前ぐらいかな。朝の4時半。やばいね。ちょっとあの、夜食ということでね。うん。そんな苦労しないでしょ。やってみ。ほらね、若いんだ。甘い。ほらね。出た。おう。うわ。カッティング？カッティングエッジ。これじゃ開かない。これじゃ開かない。こういう時どうしてんだろう。あ、いた。お、おお。真ん中で。さすが大人。やべ、肉がちぎれるぞ、これ。こんな開けるのに苦労した人おる？これ、あ、めっちゃ跳ねる。うわ、あった。ウェイ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 一枚一枚本当は分裂してるはずなんだよね。あ、いいんじゃない？結構分裂、ちょっと若干焦げてきてるのは心配なんだけど。オッケー。いいんじゃないかな。抜けるね。オッケー。うん。切ってまーす。ああ、今のはやばい。今のやばい。照明、照明つけた瞬間やばい。ガチやば。照明つけた瞬間やばい。じゃあ、いただきます。いただきます。もう始まってるんか、これ。ゆっくりジュース飲んでたんだけど。なんかさ、紅茶ぬる焼きでしょ。そう、俺焼き。ちょっと、いただきます。うん、うまい。まあ別に何も味付けしてないけどね、俺らね。うん、うめえ。ちょっとダメ。うん、普通にうまい。なんかちょっとダメ。嘘でしょ。あの、ちゃんと焼けてるわ。うん、大丈夫。これで当たったらやばい。まあ当たんないでしょ。うん、うまいな。で、俺らさ、もうさ、飯ほぼ外食じゃん。まあね。なんかこうやって作るとうまいよね。確かに。うん、言われんだよ俺。お、お箸の持ち方って言われるんだよ俺。お箸、うん、こう普通に普通に、うん、でもなんか重い、こうグネってやつ、こうやるとこうなっちゃうじゃん。うん、え、下手って言われる。え、なんだよそんなに。まず本当にこうでしょ。まずだから俺下手なんだよ。え、もしかしてこれできない？いや、これはできるんじゃないの、さすがに。あ、できるか。うん、あ、でもでもこれを実践で使用しないんだよね。なるほどね。うん、あ、これが編集っすね。ああ、え、動画撮るんでしょ。撮る。俺これ編集しとるわ。そしたら決まり。レタスが欲しいな。わかる。うまいな、肉は。いや、これもうでもさ、なんか俺こういうのは YouTube 大事だと思うんだよね。わかる。いや、これね、もう見てこれ。ちょっと赤くね。大丈夫かな。まあ、まあ、いけんだろ。ギリギリ。うん、で肉で当たったことないもん。おう。これ一番危ないやつだよ、それ。確かに。いつか当たるっていうね。うん、高いよ。ついてるよ。なんかコンビニマイスター思い出すわ。見てたでしょ、あの時。見てたよ、俺。ありがとうございます。キョウキョウファンだったもん、俺。コンビニマイスターね、なんで辞めたかっていうとね、うん、伸びない。でも、めっちゃやってほしいっていう声すごいんだよ。うん、あれね、うん、便利。便利？コンビニ行った時に、あ、これ、うん、キヨキヨが紹介してたやつか。お、これめっちゃ美味しいんだけど。マジで。だから、僕はそのすごいね、やってほしいっていうコメントくんだよ。うん、だから本当にうまいもんはやろうかなみたいな。なるほど。うん、ゆる動画で。確かに。うん、ありがとう、全然。なんか冷凍のカニをゆこさん買ってて、へえ、で、3キロで、しゃぶしゃぶで食べて。最強やん、カニしゃぶ。うわー、最強や。これうわー、これうまそう。これ絶対うまいよ。1キロ1キロだって。あ、だからあ、1万円バネ。はい、はい。しゃぶしゃぶあれじゃない？マジであり。ありだよね。ちょっと買う、買う、本当に買う。ガチであり。2キロ買う。2キロ2キロ買う。めっちゃカニしゃぶ。カニしゃぶする？するか。突然の思いつくれ、カニしゃぶ。え、本当にする？
でも1人1万円しちゃうよ。高っ。高ない？高い。まあ、大丈夫でしょ。食える食える。2キロ食う。2キロ食えるかな。1キロで、うん、1キロでシェアしようよ。そうだね。それが一番頭いい。ちょっと動画にするかもしれないです。ちょっと1回買っとこう。急になんか食事のチャンネルに変わったのかよ。キワキワチャンネル。いや、違う、そのゆるいゆるい動画もさ、上げていきたいじゃん。うん、ごちそうさまでした。どうでした？